はい、こんにちは。カスマタ博物館です。今日ご紹介する展示物はこちら。スターウォーズフォースの覚醒ワールドコレクタブルフィギュアプレミアム BB-8 とサムズアップバージョン全2種類ですね。こちらになります。はい、もう、8月とかに出たやつかな。夏とかに、今年の夏とかに出たやつだと思います。結構前ですね。もうちょっと前かもしれないですね。もしかするとね。さあ、開けてみていきましょう。おお、こんな感じで入ってるのね。台座、あ、そうか。そうなんですよね。このシリーズっていうのは、台座がね、ついてて全部こう合わせることができるんですよね。すげえ。おお、いいね。3匹分かな？これ多分。もしかすると。すごい。そして BB-8。 おお、丸くて重たい。アンテナもちゃんとついております。5時ですよ。はい、ということで、じゃあちょっと取り付けていきましょう。ここくぼみがあるのでね、ここにはめて、よし。そしてアンテナをつけます。はい、あ、曲がってる。レイカーイって。そして、下のこちらの台座に、向きがありますね。向きがありました。はい、これで OK です。そしたら、これも、どれだろう。これですかね。うん、入った。ここに C3PO と、ここに R2D2 ですかね。それで、これが再現できるよってことですね。すごい。俺でも持ってるんだけどな、どこ行っちゃったんだろう。 C3 とかもあるんですけどもね。さあ、サムズアップバージョンいきます。これはもう最高ですよね。もう映画で見た瞬間はもう可愛いと思いましたもんね。おう、これも同じく台座がついてて、残るは本体ですね。どこがサムズアップになってる？あれ？あ、それ取り付けるってことね。はい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 、了解です。それでは開けていきましょう。ピッ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 。あ、なんかまだパーツある。あ、あぶねえ。そうだよね、なんかアンテナ1個足んねえと思ったんだよね。あれ、どこ行っちゃった？アンテナあった、入ってた。あぶねえ、これ見過ごしちゃいますね。この1個ちっちゃいのね、さっきの方にも入ってました。あぶねえ、取り出せない。すごく危ない。これで、ここにはめると。よし、できた。危ないね。忘れるとこだ。あれ？どこ行っちゃった？あ、まだ入ってた。あー、角が折れちゃうかと思いますね。危ない、あ、危ない、角危ない。角取り付けるのマジで危険。これそんなに奥までグッて入る感じじゃないので気をつけましょう。さあ、そして、よし、できた。そしてこれですね。はい、刺します。クチッ。おお、ボウ、最高。ん、入んねえぞ。入った。最高だね、これは。
はい、ということでこの2種類でございます。いいね、やっぱサムズアップいいね。そしてこれは前回紹介した R2 ユニットの R2 ですけども、 R2 とサイズを比べるとこのような感じ、まあほとんど同じぐらいですかね。実際は R2 の方がちょっと大きいはずなんですけどもね、こう BB8 がコツ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 当たってたんで、まあでもこんな、もうちょっとだけやっぱ R2 が大きいとデフォルメ感が出るのかな。はい、ということで今日ご紹介したのはこちら、スターウォーズワールドコレクタブルフィギュアプレミアムの BB8 でした。それではまた明日。